ございます。邪魔しに来たぞ、おぎそです。今日の動画は、こちらですね、京都のリップクリーム落ちた、京都の、柳谷観音、というところを描いておりますの中ですね、ですね、すごい手振ってる。これも、まあ、初心者向け、若干こう細かいんですが、いつもの描き方とはちょっと違った描き方をしておりますので、ぜひ、楽しんでみてください。どうぞ。それでは解説をしていきたいと思います。お寺ですね、京都の柳谷観音という目の観音様のところ、 4,5 年前ですかね、お仕事としていただいて、そこの紫陽花祭りのポスターを描いてほしいということで、行ってまいりまして、ただ本当に中庭とかもものすごい綺麗でですね、非常に素晴らしい、本当にもういっぱいこう参拝の方が来られるということでございます。で、今回ちょっと初心者向けとまたさせていただいたの一つですね、また違う技法というわけじゃないんですけども、まずね、思い切った黒をガンガン置いていってみましょう。大きな陰影みたいなのをつけるということもあるんですが、ちょっと細かい仕事なので、まあガンガン置いていく、水をジャバジャバせずに、ガンガン置いていくというようなことをしてみてもいいのかなと思って、これもまた、ドライブラシの技法で少しこう勉強したというか、久しぶりにですね、アンドリュー・ワイスの栄養の描き方のを見ていたら、案外こんな感じでガガガガと暗いのを置いてから後で調子を整えているような雰囲気があるとこがあったり、おそらく感覚でやってるんでしょうけどね、ありましたので、まずガンガン、いつもだったら後ろから描いていくんですが、いやいや、あえて前から描いてやろうと。もうこのひねくれおじさんは、教科書に載ってないことをやり出すというですね、これが美術の面白いところですね。あの藤井聡太、将棋の藤井聡太さんが、美術は答えがないから苦手ですと言っていた。まさにそうです。で、そこが面白いと。で、あとですね、僕のこう、まあ、僕はもう本当に研究者型の人間かもしれませんが、木を描くの皆さん難しいみたいですね。木、樹木ですね。で、ちょっとそういうのも参考にしていただければなと思って、おそらく筆はこれ一本でいったような記憶がありますね。いつも左上から描きましょうなんて言ってたくせに、このへりくつ大王、偏屈王ですね、右下から行くという、こうちょっとね、何を言ってるの、尻滅裂で、僕は本当に取捨選択するのは皆さんなので、そして頭を柔軟にしてもらいたいから、こういう動画を作っているところもあったりします。これだったらワークショップちゃうな、ライブペイントで1時間でできるなとふと思ったんですね。で、マスキング液も今回も使ってません。マスキング液ね、やっぱりね、ちょっと高度だっていう人はこういうのを見て、ホルベインの30色セットだけ買って、筆を1本こんな感じの筆を買えばできるんじゃないかななんて思ったりして、なんかしてですね。で、今ここのところが主役になり売るようなところなんですが、暗いとこをどん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 と置いていってます。初めに置いていってます。大きな陰影ではなく、もう初めに暗いのだん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 と置いていってるというのが、今回の新しいとこですね。写真を右上に載せてあります。まあ、京都とか、僕実は関西にずっと18歳まで住んでたんですけど、行ったことなかったんですよ、ほぼ記憶の中ではですね。で、大阪の予備校に、美術予備校に通っていた高校生の時でもね、あの京都って1回か2回しか行って、山口薫展とか見に行った記憶があるぐらいで、本当になんか、まあ、奈良県民の悪いとこですね。三都物語って関西のね、 JR 西日本の CM で、前どっかの動画でも言うてますよ。もうね、大阪、京都、まあこれは分かりますわね、三都、都ですからね。そのもう一つは神戸なんですよね。もうな、どういうこっちゃった、奈良入ってへんやないか。そうやって連れていくわけですね。
それで、奥の風景を描いたり、ちょっとほらこうなんていうの、白黒の写真をコントラストを強めたような感じの描き方をはじめにしていってみます。これやったら若干の塗り絵みたいな感覚でいけんちゃうかなと思いました。まあこれも一つのコツですけども、やっぱりベタっと塗ったらちょっと色を違う色をさしてみたりとかするということはあってもいいのかなという気がいたします。筆のこうさばき方ですね、まあ全然人気がない動画ですけども、書道家風に書いてみたという、酔っ払いながら書いて、もう久しく上げてませんが、なんか僕別に書道をやってたわけじゃないんですが、プンって打ってパッと払ってとかですね、かすらせてとか、なんかそういうこう幅をすごく持たせるということがあってもいいのかなっていう気はしますよ。なんかこうそれだけで、自然物の複雑さに少しでも近づけるというかですね、そういう気がします。そして手前の方の岩をガンと書いております。この柳谷観音1200年続いてるって書いてました。1200年ですよ、ね、じゃあ800年頃にできたってことかな。すごいですよね。泣くよウグイス平安京やから、平安京ができて間もないぐらいの時ということですかね。すごいですね、日本っていうのはね。またね、でちょっと緑も入れ出しました。まあ今回も色数相当絞ってます。まあ何ていう色かは知りません。いつも通りそういうの知りません。緑は何ですかね。これはね、昔で言う黄緑ですね。その辺がもう僕はもう本当に横着な人間でございますので、お許しいただければ。もう皆さんがね選んで取捨選択するのが個性につながってきますので、個性というのを大事にしてください。奥の風景、山も少し描いておきました。でちょっと薄いハーフトーンを今つけたり しまして、それでもまた筆調チュッチュッチュッとつけながら描いていったりしています。まあ、難しいかもしれませんけどね、こうやって全体的に進んでいくということもあってもいいのかな。現場で描くときはこういう技法すごい役立ちますよ。あまり水つけへんから乾きが早いんですよ。またスケッチをやりたいけども、寒くなってまいりましたね。11月に入ってくると。これを見てる方はどこの国どこの地域の方が多いんですか。コメントでぜひここから見ております。あ、ライブ配信この間突然やったらドイツの方が見てくださった。あれはびっくりしましたね。夜中3時にちょっとやってみようかなと思ったら何人か見るんですね。15人ぐらいまで最後行きましたもんね。面白いですね。あ、もう絵の話しましょうね。思い切って暗い色を置いてます。ただし黒は使ってません。バーントシェンナとウルトラマリンブルーぐらいを足して、暗い、茶色みたいな色にしてます。あ、それでですね、木を描く中で僕ずっとここのとこそれ考えたら、茶色い木ってない気がするんですよね。まず一つね、要茶色い木を描く人いるんですけど、茶色って意外と皆さん見てみてください。町とか行って、森とか行って、杉の木ぐらいちゃうかなって気がして、案外茶色ってないんですよ。だからこう木の幹の部分とかって茶色じゃなくてどんな色かなっていうのとか、あと枝葉がどういうふうに生えてんのかなっていうのを先入観抜きに観察してあげることがまず一つなんじゃないかなという気がします。薄くようやくこう影をつけました。いつもやったら初めのファースト押しでつけるようなのを後からするというスタイルを今回撮ってみました。ほんまに初心者向けって言われるかもしれませんが、この筆致筆こうてってパスチャッカっていう、また出ました擬音ねえ、長嶋茂雄さん以来出ましたね。でまあこういう感じで筆致をこう少しいろんな方向でスパッタリングまたしましたね。なんかしたくなるんですよね。まあ、偶然を画面に取り入れたいというかですね、必然だけでいくとみんな肩こりますもんね。まあ、ちょっとこうこの辺茶色ですね。ガガ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 、おお黒くらいきました。こんなめっちゃ怖いと思いますよ皆さんね。でも乾くと明るなりますから、今の暗さを覚えておいてくださいね。この動画で3分5分経つとだいぶ明るくなってると思います。で中堅の風景も描いていってます。
このぐらいになってきたらぼちぼち奥の、メインのところを描き込みたいなっていうように感じるようになったりします。藤井聡太さん面白いこと言ってますもん ね、あれも美術は一番難しいって言ってましたもんね。そうなんです、答えがないんですね。面白い世界ですね。本当今年は皆さんね、旅行に行かれた方も いると思いますけども、本当にぐっと我慢したされた方もいるかもしれません。 GoTo キャンペーンです ね、京都なんか行きたかったけど行けなかったっていう人のために、よし京都を挙げておこう、よしイタリアを挙げておこうということで挙げております。そして、少しずつ中継を書いていっております。私もやっぱり旅行が好きな方なのでなかなか行けませんが、ぐっと歯を食いしばりながらストレス発散のために YouTube を作っているという、ね、変わった人種ですね。で城も入れてみました。もうまあまあまあええかなと、透明水彩の城ですね、入れてみましたりして、描いていっております。まあ、構図なんかこれね、あの僕、東大寺かな、二月堂 を描いた動画で言うてますけども、火星不安見たシリーズですね。間と間を挟んでそこの隙間からっていう構図です。これは本当案外これ引き締まる構図です。で手前の木とか一生懸命描くんじゃなくてラフに描いてあげてるとこなんかね、チャーミングでしょ。ラフに描いて奥は少し出ているを描いていく、ああいう感じで隙間から見えている、ね、っていう市原悦子さんが見ているという感じにしました。で暗いのをぐんぐんと置いたり、まあその時にまあもう厳密に写真を写そうなんて思わんでいいと思いますよ。で筆致もいろんな方向でですね、何人か学生さん見てますって言ってくれたら嬉しかった。1年生ありがとうね、面白いね。だいぶこう、今年は1年生とかかわいそうな思いしたもんね。だいぶこう見てくれてるって言って嬉しかったですね。あ、見てんねやって。若い子たちのパーセンテージが 1%、2%、 24歳までが 8% ぐらいしかいないので、ね、そういう子のため家で自宅学習できる子のために頑張って作ってるつもりが、大体見てるのは高齢者でも、言ってそうですよね、高齢者も今も大変ですもんね、外出るのがっていう、ガンと暗いの起きました。まあまたこれもね、コミュニティのところに写真載せときますので試しに書かれてみてください。でね、ネットとかで、どこにあるのかなっていうのを、あらそこですよね、忘れてしまった、長岡京か、長岡京市にある山の中腹ぐらいにあるとこですね。でだいぶ描き進んでまいりました。あ、紙の処理間というの忘れてた。これは、ワトソンの1ミリ厚かなんかのボードです。あまり水ジャバジャバにしてないんで、こう1ミリ厚でもこのぐらいだと対応できますね。まあこのぐらいの描き方やったら普通にブロック式の水彩紙とかでも十分できるんじゃないかなという気がします。今んとこまだ筆1本でいてますね。特に考えてなかったんですけどね。まあこうざっくりした筆致を、スピード感ある筆致の動画を見せたら、一般の人で素人の人でもこんな感じでっていうのが見えてくれるんではないかなと思って、作った動画でございます。いやー、鍋の季節になりましたね。いや、美味しい鍋が食べたいですね。皆さんどうですか、何鍋が好きですか。もう僕、我が家は僕は鍋が好きなので、冬はもう鍋ばっかでええよっていつも言うてます。うん、水炊きもいいですしね、もつ鍋もいいですしね。ちなみにうちの庭で今おでんに入れるための大根と、里芋を育てております。いいですね、おでんも、おでん鍋じゃないか。あ、ちょっとずつディティールを書いててます。いや本当に毎年学生と飲み会とか忘年会とかやるんですけどね、今年は難しいところがあるんで、でもうね、鍋とかが一番ね、みんなでつつき合うというね今難しいですね。本当にもうなんかそういうのもストレスになりますが、皆さんからのいいねやコメントがおじさんのね活力になってます。
円陣になっております。ちょっとずつちょっとずつ描いていってます。鼻歌歌ってますよ、大体うーっていう集中して描いてる絵じゃないです、こういうのはね。まあこれは確かこう、いやでも秋かな、秋前ぐらいに行ったかな、ちょっともうだいぶ前になるんで忘れてしまいましたが、秋前ぐらいやった、10月ぐらいで少しだけ紅葉しだした時期やったような記憶もあります。ちょっとずつ描いていきましたね。え、鍋もいいですよね、本当に。この間トムヤムクン鍋みたいなやったんですよ。やったというか無印良品にその材料が売っていて、それを買ってやった。美味しかったですよ。皆さん絶対おすすめですね。ああいうのね、いいです。ああ、終わってしまった。今日も終わりましたね。すみません。また。前回の動画、イタリアの動画で、最後の方にクスッと笑ってるのはそうです。このちびっこが扉をガラガラガラと開けて入ってきたから笑ってました。そんな感じでマスキングテープを貼っておいて、マスキングテープを剥がして終わります。今日もありがとうございました。3本撮り最後でございます。はい、ご視聴ありがとうございました。どうでしたか、これも1時間でちょうどで描いております。ざっくり描いています。で、筆のタッチなどの動き方みたいなのを皆さんにお見せしようと思って、お使いいたしました。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。それではまた、さよなら。